こんにちは、大場内科クリニック院長の大場圭一郎です。糖尿病を治療中の人はタバコを吸わない方がいいでしょうかという質問いただきました。糖尿病、ヘモグロビン A1C という値が高い、血糖値が高い状態が続いていてですね、インスリンという血糖値を下げるホルモンがうまく働いていない状態、インスリンという血糖値を下げるホルモンがうまく働かないので血糖値が高くなっている方、糖尿病という状態です。糖尿病の方ですね、タバコ吸っていいでしょうかという質問なんですけど、答えをですね、最初に言ってしまうと、タバコなるべく吸わないでください。どんな理由があっても吸わないに越したことないと思います。タバコですね、なかなかやめられない方多いかなと思うんですけど、いろんな健康的に問題ありますので、なるべくタバコ早めにですね、一日でも早くやめられるようにしてください。糖尿病に関してですで申し上げますとね、タバコやはり喫煙自体が糖尿病の発症に関わっているという報告もあります。タバコがですね、糖尿病になってしまう原因になるとも言われています。あとはですね、タバコ何が一番いけないかというと、やはり動脈硬化が進んでしまうことですね。血圧も上がってしまいますし、動脈硬化が進んでしまって血管が硬くなってしまう。糖尿病を進むとですね、動脈硬化ただでさえ進んでしまうのに、タバコがあるとやっぱりもっと進んでしまいます。動脈硬化が進んでしまうとですね、脳卒中だったり心臓の病気ですね、起こってしまいます。脳卒中、脳梗塞、脳出血、心臓の病気でいうと心筋梗塞や狭心症などが起こってしまいます。動脈硬化後進むとですね、手足の血管が細くなってしまいます。足の血管が細くなってしまって、足の先が痛くなってしまう、もしくはですね、血流が悪くなって腐ってしまうということも起こり得ます。動脈硬化怖いですよね。タバコ、糖尿病じゃなくてもなるべく吸わないようにしましょう。糖尿病ですね、一番大切なのはやはり血糖値、ヘモグロビン A1C を低くコントロールすることだと思います。それ以外にですね、糖尿病によって寿命を短くしないこと、3つ大切なことをお伝えしたいと思います。1つはですね、血圧をコントロールすること、血圧を高くしないこと大切です。もう1つ、コレステロール上げないようにしてください。コレステロールが高い方はですね、お薬を使っても良いかもしれません。あともう1つ、今回紹介したタバコのことです。タバコなるべくやめてください。糖尿病の方ですね、血圧、コレステロール、喫煙、この3つがしっかり管理できていることがとても大切です。今回ですね、糖尿病の方はタバコ吸っていいでしょうかということ、あとですね、タバコが動脈硬化をきたすことについてお伝えしました。特に糖尿病の方はタバコ吸ってほしくありません。タバコをやめるの難しいですけど、一日でも早くやめられるようにしたいですね。糖尿病のこと、タバコのこと、喫煙のこと、わからないことがあればかかりつけの先生に相談するようにしてください。